地下鉄当時の映像。検索すると地下鉄サリン事件発生後の現場映像がヒットする。映像には激しく嘔吐して苦しむ人の姿、意識を失って倒れている人の姿など、非常に生々しくショッキングな場面が含まれているため注意。危険度3。